プラーナはサンスクリットで呼吸、息吹などを意味する言葉である。日本語では規則と訳されることが多い。インド哲学では同時に人間存在の構成要素の一つである風の幻想も意味している。そして生き物の生命力そのものとされ、やがてその存在はアートマンの根拠にまで高められた。ヨーガでは長儀法であるプラーナーーマが 不可欠な行法の一要素となっている。チベット仏教のヨガ行では、この概念は、ルンと呼ばれる。インド人を擬したアメリカ白人の自称東洋思想でも、生命力を意味する言葉として用いられている。ヨギラマチャラカは、インド風のプラナ療法を提唱した。ヨギラマチャラカは、インド人、ヨガ行者とされたが、その正体は、アメリカ人入装と教師で、心霊研究家。 フリーメーソンにして、新知学協会会員、ペンシルバニア州の弁護士で、催眠学の教授であったウィリアム・ウォーカー・アトキンソンである。宇宙には、プラナというインド思想で想定されるエネルギーが充満していると考え、プラナについて、次のように説明している。真実を言えば、電力といい、精神力と移い動い一物の形式をことにして、現れるのであって、 決して全然その性質をことにするものではないのである。インド哲学上から言えば、一切の勢力と勢力はプラナすなわち生力もしくは、霊気の権限であって、プラナは、宇宙の真意もしくは精神より発生するものであると、信ずるのである。ラマチャラカ、最新精神療法、松田宇三郎訳役、広報者、大正5年プラナ療法では、 このような宇宙論的なエネルギーを利用して、呼吸法や、お手当て治療を行う。アトキンソンの呼吸法は、アメリカのニューソート系統の新進技法であり、西洋エソテリシズムの生命エネルギー概念を、インド思想に読み込んだもので、インド思想の用語を流用しているが、インド思想とは別物である。アトキンソンは、新知学などの西洋秘境のオカルト心身論を整理、合理化し、 さらにそこに東洋的な用語を被せていくつかの著作を発表している。わかりやすく実践的であり、当時ベストセラーとなっている。ラマチャーラカ名義の著作は欧米では現在も読まれており、日本では中村天風に大きな影響を及ぼした。日本では明治期に入ると海外の思想や学問、技術が海外から大量に流入し、 それらと日本の主言道、呪術の文化などが融合した、霊術、精神療法などの民間療法が流成した。霊術や精神療法で行われたものに良きラマチャラ科のプラナ療法がある。プラナ療法は大正期に日本に導入され、ラマチャラ科名義の著作は日本では大正期に3冊刊行されている。霊術家の中にはプラナ療法を称するものがおり、 アトキンソンの方法を実践する治療家もいたようである。理論は日本の霊術と全く同じであり、霊術の一つである薄い式霊気療法を起源とする霊気も同様である。宗教研究者の吉永真一は日本ではアトキンソンによると思われる他の名義の著作も出版されており、呼吸法についての清水正光健康増進呼吸哲学やメスメリズム系をカルト書きである、 安藤の義村、医師両方活力増進の秘訣などがあると述べている。校舎では古代アトランティス人が用いたというブリルが論じられており、この性質はラマチャラカによるプラナの説明と極めて近い。医師両方活力増進の秘訣の呼吸法の説明では完全な呼吸で空中のブリルを十分に吸収すべきだと述べている。ありがとうございます。